どうもなおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、対戦が熱いね。対戦がむちゃくちゃ面白くって、ずっと最近やってます。で、勝率だけども7割ぐらい。負けるときはね、結構負けますね。で、今日はちょっとね、秘策を用意したのよ。秘策を、それをちょっと見てもらおうと思って撮ってます。俺のね、秘策これ。まあ、ガルク使ってる人は結構多いのよ。結構多くて、アイシクルガルクで、アイシクルで敵のスキルを封じるっていうやり方だね。それをね、今回これでやっていこうと思うのよ。アウンの呼吸特大、これで一発目からアイシクルが打てるんだよね。これを一回試してみようかなと思います。うん、先制で一発目で打てればかなり嫌なやつだと思うので、やってみましょう。それではよろしくお願いします。どうでしょうか。一発目からハマるかな。かなりね、スキルは上げてきてんのよ。アイシクルは上げてきてるけども、攻撃力をね、まだね、上げてないんだよね。アイシクルの、アイシクルっていうか、氷攻撃のダメージアップをつけてないので、そこはちょっと微妙かなと思うんだよね。どうだろう。キリンもまだ雷属性の攻撃力アップをね、まだ中途半端にしか入れてないんだよね。そこがちょっと気になるけども、まあ今日はちょっと試しってことで行こうか。先制アイシクル行ってみよう。でもって、こんな感じでいいかな。行くぞ。はいはいはい、オッケー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 。まあまあ最初はみんなね、撫でるから始まるけども、ここでアイシクル決まれ。あ、2人決まったか。ああ、2人決まれば十分。よし、いいねいいね。2人決まればだいぶやりやすくなると思うんだけど、わおダメージあるな。よし、で次からアイシクルで横がやってくれるみたいだね。うん、最初の一発目で一発取れたってことはでかい。パンプアップ、いや違うよね。じゃあそっから向こうはいいか。ケオがね、そのまんま来るかな。クシャルの方がいいかな。あ、いや、キリン、キリンでいきます。もちろん撫でるで。キリンはね、ライトニング要因なのよね。ライトニングで、痺れさせるっていう感じでやっていってます。はいはい、おお、なるほど。身代わり玉を入れてからのアイシクル。あ、違うか、ポイズメーター。オッケー。あ、いや決まりはしないかな。ギリ決まらないか。いやでも次に最速技を入れていけばいけると思うんだよな。うわー、いってあっぶねえ。あ、決まった。猛毒強いな。入ったね、猛毒が。 OK で、こっちはちょっと爆破食らってるけども大丈夫か。ライトニングでしびれさせつつ、回復を入れないとこれ。あ、ありがとう、ありがとう。となると、いやもう手を削るか。手を削りに行って、であわよくば猛毒を入れればいいかな。うわ、
ああでもまあこっち攻撃しなければいいか。大粉塵ありがとう。ライトニング巻きで全員2体ギャー思いっきりやられた。はい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 、パワーじゃなくてテクニックのそっちの方を入れてるのね。うん、俺もテオにはそれ入れてる。結構それ裏かけるんだよね。よし、麻痺が結構効いてくるから、これ効いてくるからね。サンダース、いやこっちだな。で、俺が使います。はい、さすがに爆破ダメージでかいな。先制技をね入れようかと思うんだけど、多分だよね、なんかあると思うんだよね。おお、基本ごっとこいけ。どうだ、お、いいね、効いてるよ効いてるよ。うわいって、ナイス。やっぱしびれ効いてるよ、しびれ効くもんな。でこれで手をで、全員やられそうやね。多分次絆技で全体攻撃してくるから、ね、ガルクできます。火力相当上げたとしても多分大丈夫な気がするんだよね。いや、ここはいいな。いけ、多分カタストロフィーゼロ。お、違う、してこなかった、まだか。絶対してくると思ったんだけどな、してこなかった。次か、さあ、オッケー、次でしてくるか。やばいね。あ、いや、ライドオンやん、あ、いやいや、してるしてるしてる、絶対やってくるもんな。となるとここはさ、ガルク回復させよう。ガルクは根性入ってます。おお、なかなかやってこねえな。いや、大粉塵か、なかなか打ってこない、本当に。いや、いって、オッケー、潰した。いや、まだ潰れてない、行ったと思ったんだけどな。ちょっと待って、俺先制技誰かなかったっけ。あった、これでいけるっしょ多分。これでどうだ、 OK、 よし、ナイス、いいね。今のはもうめっちゃ良かったでしょ。で、手を倒す、いやいや、もう一回か。ああ、あ、でもいい、また俺の先制技が決まるから大丈夫です。先制技を決めて、
完璧じゃないですか。で、俺の方はフルバーストで行きましょう。決まるでしょう。ソニックストライク。どう考えてるね。うわ、決まらんかった。もう最悪、最悪だ。絶対決まったと思ったんだけどな。でもフルバーストがだいぶダメージ与えれると思うよ。うわ、やられた。マジか、フルバやられた。うわー、うおー、効くねー。あぶねあぶねー。ギリ残ってる。あ、いや負けてるやん。ガルク負けてる。うわー、やられたー。はい、ということで今日の対戦でした。惜しかったな。いや、最後の俺のね、最速技があれで決まってれば勝ってたんだけど、まさか最速発動しなかった。でもまあ先制のアイシクル、あれは良かったと思う。あれは敵もね結構嫌がってたと思うんで、あれも良かった。で、あとライトニングで痺れさせるっていうのもいいから、まあまあもう少し成長させていこうか。これが雷と、氷属性の攻撃力をもう少し上げれるので、上げていけばもうちょっと勝率も上がってくると思うんで、はい、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。